いきなりこれ動画始まっちゃいましたね。前回ですね、黒のキーエンブレム、グレンのね、シナリオを終わらしまして、まあ、キーエンブレムが1個取れたということで、それに伴ってですね、2個目のオルフェアのキーエンブレム取り行って、一人でですね、プレイしながらこう喋ってですね、ザイガスだけアフレコしたり、貴様みたいな感じでやったりしたんですけど、これが録画できてませんでしたね。終わっちゃったんですよ。で、まあ、しょうがねえかなってことで、占い師クエスト、始めましたところ、第2話でですね、シュリナさんが出てくるんですが、私、シュリナさんのクエスト受けてませんで、慌てて受けに行ったんですけども、仕草、おねだりだったかな、おねだりをしてくださいっていうもんですから、探したらなくてですね、で、なんて言いますか、一回、キャンセルしたんですね、クエスト。そしたら、シュニアさんが1日1回にしてほしいんですみたいな感じで言い出してですね、結局占い師クエストは1話だけやって終わっちゃったんですよね。これは翌日以降プレイするんであればということになってしまいまして、あとはまあ冒険者ゼミナールね、これでルーラストーンを1個取って、でまた1つ増えたというところ、それからドレスアップのクエストかな、あれをやりましたね。で、あとはまあ適当にレベル上げとか日替わり討伐やったぐらいですかね。で、残念ながらオルフェアのシナリオは取れなかったんで、今日はメギストリスの都のクエスト、キーエンブレムですね。ちょっとですね、小国のキーエンブレム経験値少ないのと、あと、大国先にやった方が電車使えますしね、経験値も多いということで、で、一気にちょっとこちらの方を先にやろうかなということで、やってまいりました。ちょっとシナリオが動きましたけれども、このまま城に入りたいと思います。はい、メギストリスの城、ここにやってまいりましたけども、今はケリーさんは戦士40ぐらいですかね。で、これはちょっと言いかけたんですけど、スキルポイント、このね、これありますよね、スキル振り分け、これのまあ初心者の方、皆さんも知ってると思うんですが、一応簡単に説明しますと、こう職業ごとにスキル振り分けるんですが、ここですね、各職業のこの一番下、これをですね、ある程度上げると、下にありますけども、まあ、全職業で力プラス5とか、こういうのが取れるわけですね。これパッシブスキルって言いまして、他の職業に転職してもこのスキルは残るということで、まあ基本値がそのまま残るという、ヒットポイントもね、そのまま残ったりするんで、これをまず取る、この作業が必要なわけなんですけども、簡単に言うと、まあレベル40から43ぐらいですかね。で、大体取れると思うんですね。スーパースターちょっと少なかったかな。それが終わって初めて、武器スキルなど考えていくっていう段階になるので、非常につらい、序盤はつらい感じで、まあ私だらだらやってますけども、まあサポさん頼みでですね、いつも戦闘は何もやってないんですけども、ちなみに今日のサポは、前回と同じですかね、見た目はちょっと変わってますけども、またその辺のおしゃれ加減も見てもらえればなと思います。それではちょっと城に入ってみようと思います。
分八本をどうかお考え直しください。いかに魔性を退けたとしても王を失えば我が国はおしまいです。言ったよ、魔性に触れたこの身はもう長くは持たぬ。ならば再起ぐらい好きにさせてくれてもよかろう。私も王に お仕えする前は、レンダシアの地で魔性の脅威を研究しておりました。このまま何もせずにいれば、プクランド大陸各地に現れた魔性が大陸を滅亡に導くことは承知しております。ですが、何も王が儀式を行わずとも、王家の血を受け継ぐ者はもう一人いるではありませんか。王子はこの国の未来を背負う者、わしは魔性に侵され死を待つだけの身だ。どちらが儀式にふさわしいかは明白だろう。しかしくどいぞ言った。誰が何と言おうともわしは王家の儀式を行い、魔性からこの国を守る。この命一つでプクランド大陸に住むすべての民を救えるのなら安いものよ。あ、ホスティルが出てきましたね。誰かと思えばインチキ預言者のホスティル殿か。今私と王は大事な大切な話をしているのです。席を外してくださいませんか。まあよい、いっと。ホスティル、久しぶりだな。さて今度はどんな不幸な未来をわしに予言してくれるのだ。うん、私が選んでるわけではないと。ではわしが魔性に侵され死にかけているのも、このプクランド大陸が滅びようとしているのも、すべて定められたことだというのか。うん、ふん、わしの体のことがお前などに分かってたまるか。アルエ王妃のノート、いかなる願いとも叶えるという伝説のノートがまさか存在するというのか。我が君プーホッパン王、インチキ預言者を信じるわけではありませんが、試しにアルウェイ王妃のノートを探してみてはいかがでしょうか。貴様までそんなくだらんことを信じるというのか。言っとよ。いい、めっそうもございません。予知もノートもでたらめだ。アルウェイのノートなどあるはずがない。出て行け、ホステル。二度とわしの前へ姿を現すな。いいように操られてるという感じがしますね。うん、旅人か。どうした、わしに何用だ。エンブレムを求めてはるばるこの都へ参ったか。それはご苦労。ならばちょうどいい。そなたに頼みたいことがあるのだ。入れ。この者たちは近頃キラキラ大風車塔の儀式の前に恐ろしい魔物が住み着いたという報告はわしも受けておる。そこで我が国に集う精霊たちに魔物を討伐してもらおうと思ってな。王がそこまでお考えとは。わかりました。では私の部下たちも討伐隊として儀式の塔へ投降させましょう。入れ。討伐隊の兵たちが無事塔に潜む魔物を倒したならば、もはや儀式を止め立てはいたしません。すべては王の御心の間に。
というわけだ、旅人よ。そなたも一人前の証を持つ者の腕前、魔物の退治を恐れたりはすまい。魔物を討伐してきた暁にはキーエンブレムを褒美にくれてやる。どうだ、言ってくれるか。おお、そうか、そうか、やってくれるか。これで討伐隊は揃った。皆一人前の証を持つ勇敢なる者たちだ。これなら魔物もひとひねりだろう。討伐隊に申しつける。風車の丘にいるキラキラ大風車塔へと向かい、儀式の間に潜んでる魔物を討伐するのだ。ほほ、では頼んだぞ。ちょっとですね、アフレコがのぐちゃぐちゃになっちゃいましたね。申し訳ありませんけどもちょっといろいろキャラクター組み立てながらまたその後やってみたいと思います。ではね、一旦ちょっとカットしますね。